DYM 人事部畑です。川本です。じゃあ今回、ゲストに西浦さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。簡単にまず自己紹介お願いしてもいいですか？出版プロデューサーの西浦浩二と言います。もともと学研という出版社で新卒で入社しまして、そこで5年ぐらい働いた後、プロデューサーとして独立して今12年目になります。今日はちょっと出版社の業務内容をいろいろ伺っていきたいんですけども、西浦さん、前職の出版社でどんな業務を担当されてましたか？販売マーケティング系の仕事をしてまして、書籍をどう売るかっていうのを編集部とか書店の営業部とかと一緒に相談して決めていく部署にいました。出版社にはどんな部署、職種があるんですか？そもそも分かりやすく言うと、編集と営業と、それ以外の管理系っていうんですかね、人事とか経理とかそういうところに分かれるんですけど、あとその校閲構成系の部門とか、デジタル系のデータ系の部門と、版権系の部門ですね、ライツ系を扱ってる部門なんかもあります。営業っていうのはさっきのマーケも含めるイメージですか？営業はその本とか雑誌をどう売るかっていうマーケ系と、書店さんとか取引先に行く営業チームもいるし、雑誌を扱ってるところだと広告を取りに行く営業部もあります。あと宣伝部ですね、書籍とかを売ったり PR していく PR の部門もありますね。新卒は配属部署はどうやって決まって、その後どんな業務を任されるんですか？会社にもよるっていうのが正直なところだと思うんですけど、基本的にその面接の時点でおそらく部門長クラスが彼が欲しい、彼女が欲しいって決めてるんですよ。でそれを最終的に最終選考まで実際通った人たちが、予定通りそこに配属されるっていうパターンがまず多いですね。だから面接中に結構直属の上司になる人たちが見ているっていうイメージです。で実際新人研修受けて適性がちゃんとあるなと予想通り判定されれば、その部署に配属になると。その後新人の仕事として多いのは、先輩の仕事をちょっと一部引き継いでサポートとかサブで入って仕事を覚えて、徐々にじゃあ君が今後これの担当ねって言われるイメージで、僕だと最初は書店営業部っていう本屋さんを担当させてもらう部門だったんですけど、先輩と同行していろいろ見ながら、じゃあ千葉を君が担当してくれとか、夏以降ぐらいで四国も担当するようになってとか、ちょっとずつ法人を先輩から引き継いでいくみたいなイメージでした。出版社で求められる編集力ってかなり専門的なスキルのように感じるんですけど、そこは配属前から編集担当で決まってたりするんですか？編集志望ですっていうのを面接中に言っているので、そういう人たちはやっぱりそのじゃあ企画力があるのかなっていうのを面接中のやり取りで見られてるんですよ。なので企画力ありそうだなと思った人は採用されてるし、なんかいいって思われてると落ちてるって感じなので、そこでジャッジされてるって感じですよね。営業志望ですって言って編集に配属されることはあんまりないです。逆はあるんですけどね、編集志望で入ったけど蓋開けてみたら営業として判断されて配属になってたってことはあります。僕半年ちょっと前に実は本を一冊出したんですよ。今までの僕の本のイメージって、人が書いてそれをホチキスで止めるのが出版社の仕事ぐらいな感覚だったんですよね。でも実際書いてみると、本の内容のなんか 3,4 割は出版社の実力が込みでの一冊なんだなっていうのをすごく感じましたね。おっしゃる通りだと思います。編集者がものづくりにおいてはかなりのウェイトを占めているので、お書きになったようなそのビジネス書系のジャンルもそうですし、漫画とか小説のジャンルでも結構その編集者次第で作品変わるんですよね。逆にエゴだけで書いてると、作家がエゴで書いてるとすごく読みづらいものになっていくんだろうなとも思いました。おっしゃる通りで、出版社の一番大事な仕事って多分読者目線を著者に伝えることなので、編集者としては食い下がるのが仕事だったりするんですよ。帽子かぶったらおしゃれになるって著者が書いたとしたら、帽子って言われてもそのどの帽子を選んでいいのかとか、かぶった時の角度とか雰囲気とかセンスでは分かんないんですけどっていうのを食いつくのが結構仕事なので、そこはすごく大きいなと思います。具体的な1日のスケジュールを教えていただけますか？僕で言うと、始業は9時で、一応9時5時がコアタイムだったんですけど、8時前ぐらいに出社をして、始業まではひたすら自分の仕事を進めて、始業してからも午前中はとにかく電話が鳴ったり相談されたりっていうのをうまくかわしながら自分の仕事を頑張って進めるんですよ。で午後からは大抵打ち合わせを入れられるので、編集部との打ち合わせとか書店営業部との打ち合わせがあったりとかっていうのがあるので、その中で頑張って書店さんにヒアリングに行く時間を自分で作っちゃうとかっていうのをやって、5時ぐらいになると残ってた自分の仕事をするとかっていうのをひたすら繰り返すイメージですね。大きい案件があったり、レギュラーなことがあると休日出勤をしたり、終電逃すことも数回はあったかなみたいなイメージです。結構残業とかあるんですか？
営業系はそんなないですね。残業が多いチームはコミック編集とか小説の編集だと作家さんが夜型なので打ち合わせがそもそも夕方からなんですよ。あと雑誌か、雑誌はチームでやるので校了前とかはみんながちゃんと校了できるまで帰れないんですよね。でも拘束時間自体は長くないので雑誌の編集者とかと夜の7時から飲みで10時ぐらいまで飲んでこの後どうするのって言ったら帰って仕事しますみたいな、拘束実感自体はそこまで長くないとも言えます。年収も結構出版社って高いイメージだったんですけど、はい、今も高いもんなんですか？20年前とか30年前から比べると全体的には多分下がってると思います。ただ大手中心に残業代が全然出るところがまだまだあるので、そして残業が多い仕事なので結果年収が高い人は多いですね。具体的にどんぐらいもらえるんですか？講談社、集英社、小学館あたりだと残業が多い、いわゆるコミックの編集とかになると30ぐらいで1000万近くもらってる人は結構多いですね。年俸制で昨年の実績ベースに年収決めてくれるところは残業時間と関係なくヒット作を出せば年収上がりますし、逆にこう自分の仕事で売れたか売れなかったかあんまりカウントされなくて基本的に給料がそこそこいいみたいな出版社とかもあったりして、その違いが結構出てきましたね。企画って売れた数に応じて評価だったりとかっていうのが数字として反映されるんですかね？売れてるものを担当してる人は評価はされてますよね。漫画なんかだと連載を立ち上げられるかどうかっていうのが一つ実力を測る基準になっていて、入社から3年間で連載を立ち上げられなかった場合はお前結構無理かもねっていう。立ち上げられないってどういうことですか？例えばじゃあ私が編集者だとして新人さんが持ち込みしてくれるわけじゃないですか、はい、それをこう変えたらいいんじゃないってアドバイスをして担当するわけですよ。いいなと思ったものを編集部の会議に持っていくんですけど、そこで通過しないってなると作家の運もあるけどアドバイスが下手な可能性もあるじゃないですか。理想を言えばどんな作家でもそこそこのレベルにしちゃえるし、鳥山明先生みたいな人が来たらもうドラゴンボールにできちゃうみたいな人だったらガンガン多分出世していくんですよね。ビジネス書とかだとこっちからオファーもかけれるのでまたちょっと話は変わるんですが、どの編集部にしろ自分の企画力で企画会議通すってことができないとお疲れ様ってなっちゃいますね。次回の動画で就活対策についてもいろいろ聞いていきたいと思います。一旦切ります。ありがとうございました。ありがとうございました。